アオンタワー、シカゴにコロンバスサークル、ニューヨークエドワード・ダレル・ストーンは、モダニズム建築を多く設計した、20世紀のアメリカ合衆国の建築家。ストーンは、ハーバード大学及び、マサチューセッツ工科大学を卒業後、1936年にニューヨークに設計事務所を構えた。当初は、インターナショナルスタイル建築を忠実に、 アメリカ式に翻訳したような建築を設計していたが、1950年代にモダニズムから距離を置き、装飾的な模様を取り入れるなどの個人的で風変わりな表現を獲得した。周囲にいた人々によればこれは妻の影響が大きかったという。モダニズムの裏切り者として扱われながら、ストーンはアメリカ内外の大きな契約を受注し、 多くの建物を設計し続け1978年ニューヨークで死去した。彼の設計した建築が相次いで取り壊しや全面改装をされるようになり、改めて彼の生涯や経歴に注目が集まっている。セントルイスのブッシュメモリアルスタジアムは取り壊され、ニューヨークのニコロンバスサークルもその将来をめぐって議論を起こした。これは ベネツヤ式のモチーフを繰り返す不思議な模様をまとい、大理石に覆われた外壁を内側にカーブさせた卓越した建築であり、戦場在庫のような従眼風の窓が外壁両側にある他は列中の並ぶ上層階まで窓がない。元は美術館として発注されながら後に市に譲渡され、同コモーもによって保存すべきランドマークとしてリストアップされていたが、市当局は 全面階層に着手しそのデザインはほとんど失われることになっていた。作家のトム・ウルフや建築家のロバート・ A.M. スターンなど、ニューヨークの著名人たちが保存を訴え、国際的にも保存運動が起こったが、結局改装工事は進められている。ありがとうございます。